あれは…おい、ナナリン。待て、帰る。え、ただいま、ルー。今日はいいことがあったんだ。その報告。ほら、スケベロニとムッツリジューダスって言っただろ。あいつらが探してたカイルとリアラって子、見つかったんだ。二人とも、とってもいい子だよ。特にカイルなんてバカ正直でまっすぐで。あんたが生きていたらカイルぐらいの年なんだね。あんたと性格は全然違うけどさ、きっといい友達になれたと思うよ。あのお墓ってもしかして、ナナリーの弟の墓だそうだ。旅から帰ってきたり、何か嬉しいことがあったらいつもああやって報告するんだよ。そうなんだ。あ、ごめんね。ここに来るとつい長くなっちまってね。弟さんのお墓だって聞いたけど。あ、そうだよ。私がちっちゃい頃病気で死んじまってね。治せなかったの？普通の方法じゃあね。普通の方法って、普通じゃない方法なんてあるの？あるわ。フォルトナ診断に帰依すれば奇跡の力で治してもらえるはずよ。でも私もルーもそれは選ばなかったんだよ。どうして？フォルトナ神の力を使えばどんなことだって。でもその代わりに一生をアイグレッテで過ごさなきゃいけない。安全で清潔だけど生きてるって実感が湧かない場所でね。それはだから私はルーと一緒にここに来たんだ。死ぬまでの間、短い時間だったけど、あの子はいつも笑顔だった。村のみんなも本当によくしてくれた。だから私は後悔してないし、この村を誇りに思ってる。ああ、なんか喉が渇いたぜ。なあ、飯の前に雑貨屋でなんか飲んでいかねえか？結局お互いの報告もまだ済ませてないんだしよ。なんだ、そうだったのかい。じゃあ長屋の方に行こうか。ついでに軽く腹に入れておいた方がいいかもな。こいつの出すものが食えたもんじゃなかったら晩飯食いっぱぐれるわけだし。別に構わないよ。あんた抜きでカエルたちと楽しく飯にするからさ。もうロニったらわがままなんだから。まったくわざとらしい。え、気を使ったんだろう、リアラとナナリーに。おばちゃん、お茶ちょうだい、お茶。じゃ、まずはお互い何をしてたかでも話すか。どうせ話したいこと山ほどあるんだろう。もちろん。なるほどね。しかし妙な感じだな、未来のアイグレッテってのはよ。効率的で安全な社会のようには聞こえる。だが何か違和感があるのも確かだな。自分で生きるってことを放棄しちまった連中に対する違和感か。神様とフォルトナの連中が何でもやってくれるからああなっちまうんだろうね。うん、それがわからないんだよな。わからないって何が？だってさ、神様ってすっごい力を持ってて何でもお見通しなんでしょ。それなのにどうしてあんなことするのかなって。生まれたての赤ちゃんがお父さんやお母さんと一緒に暮らせなかったり、名前じゃなくて番号で呼ばせたり。その方がみんな幸せになれるからやっているんじゃ。確かに幸せかもしれないけどさ、俺は嫌だな。そんなことする神様なら俺いらないよ。神様がいらない？うん、だったら
ホープタウンでナナリーみたいに暮らす方がずっといいな。私もカイルと同じ考えだよ。だからルーを連れてここに来たんだ。リアラ、どうしたの？え、ごめんなさい、なんでもないの。そう、ならいいんだけど。お、そろそろいい時間だな。おい、ナナリー、飯にしようぜ、飯。そうだね、ちょうどいいかも。それじゃあ、私ん家に行こっか。ああ、腹減ったな。ナナリー、どんなもの作ってくれるんだろう。楽しみだね、リアラ。リアラ、どうしたの？え、なんでもない、なんでも。そっか、ならいいんだけど。あのね、カイル、さっき言ってたことなんだけど、神様が。おい、何ちんたら歩いてんだ。置いてっちまうぞ。わかってるって。さ、行こう、リアラ。うん。どうしてナナリーはフォルトナ神殿に助けを求めなかったのかしら。わからないか。だって弟さんのこと大好きだったんでしょ。それなら。大好きだからこそ選んだのだろう。最後の最後まで人間らしく生きる道を。しかしお前らと合流できて本当助かったよ。もうチビどもの相手するのはこりごりだからな。え、ロニもジューダスも一緒に遊んだりしてずいぶん楽しそうだったじゃん。バーカ、あれ遊びなんて生優しいもんじゃねえ。怪物との戦闘を想定した歴史とした訓練なんだ。お前らが来るまでの間、俺とジューダスがどれだけボコボコにされたことか。僕はちゃんとダメージが残らないように避けてたぞ。お前はもう少しここで鍛えてもらった方がいいんじゃないか。そりゃ言えてるね。子供たちには私からよろしく言っとくよ。ギー、マジで勘弁してくれ。さあ、私ん家に行こう。みんな腹減ってるだろ。どうしたんだ、ロニー。いやー、腹が減ってるのは確かなんだが、これから出される食事のことを思うとどうにも足が進まなくてな。なら一生そこで突っ立ってな。ちょっと待っててね。今パパッと作っちまうからさ。じゃあいただきます。うまい。これ本当にみんなナナリーが作ったの？当たり前じゃないか。これでも料理は得意なんだよ。まあ、人間誰にでも一つぐらいは取り柄があるもんさ。ロニー、あんたやっぱ飯抜き。まあ、料理もうまい、弓もうまい、腕っぷしは男勝り。いやあ、ナナリー先生最高。腕っぷしは余計だ。でもさ、本当にうまいよね。特にこのスープなんか最高だよね、リアラ。あ、リアラ。え、な、何？あんまり食べてないね。口に合わなかったかい？あ、そんなことないわ。うん、おいしいよ。ならいいんだけど。食事に夢中になるのもいいが、肝心の話がまだ済んでいないんじゃないか。肝心の話？過去、つまり僕たちのいた時代に戻る方法だ。リアラ、何か方策はあるのか？うん、そのことなんだけど。つまりだ、過去に帰れることは帰れるが、レンズの力が足りないってわけだな。ええ、私一人ならともかく、みんなと一緒に過去に行くのは。だったら私に心当たりがあるよ。この先にあるカルビオラって町に巨大なレンズがあるって話を聞いたことがあるんだ。カルビオラって、いや、確かアタモニ神殿の神殿があったはずだな。けど
あんたの知ってるカルビオラとは違ってるかもしれないよ。昔はそれなりに栄えてたらしいけど、今じゃ神様を守る神官たちがいるだけさ。その話なんだけどよ、未だに信じられねえよな、この世界に本物の神様がいるなんてよ。あんたたちが来たのは確か10年ぐらい前だったよね。ちょうどそのぐらいの時に神様が降臨したって話なんだけどね。俺たちのいた頃はそんな話噂にも出なかったけどな。カルビオラ、どうしたアリアラ、なんかまずいことでもあるのか。ううん、なんでもないの。そうね、過去に戻るためにもカルビオラに向かうのがいいと思うわ。よし、とにかくカルビオラへ行ってみよう、俺たちの時代に戻るために。ジューダス、あんたってめったに笑わないんだね。笑う必要などないからな。でもそれじゃ人生が楽しくないだろ。人生を楽しむ資格など僕にはない。まあいろいろ訳ありみたいだけど、たまには弱音を吐いてもいいんじゃないのかい。そのための仲間なんだからさ。ねえロニー、こっちにうまそうなキノコが生えてるよ。これって毒キノコかな。食べてみればわかるんじゃねえか。あ、ねえ、ロニー、なんか体がしびれてきたんだけど。バカ、本当に食うやつがあるか。早く吐き出せ。おい、はい、あいつらが頼りになると思うか。ごめん、私が悪かったよ。ねえナナリ、カルビオラにはどれくらいのレンズがあるの。さあね、ただ世界中のフォルトナ信者がみんな寄進してるくらいだから、それなりの量があると思って間違いないだろうね。ハイデルベルグでもそうだったが、奴らそんなにレンズ集めて一体何をしでかそうってんだ。とにかく今は現代に帰ることが先決だ。奴らの企みを探るのはそれからだ。ねえロニー、ナナリーってなんとなくうちの母さんに似てる気がしない？バカ、何言ってんだよ。ルーティーさんと比べたら月とスポン、いや比べるだけルーティーさんに失礼だろうが。似てると思うんだけどな。しっかりしてて気が強くて、でも優しいとことか。いいかカイル、目を見開いてよく見ろ。ルーティーさんには女らしさと美しさがある。だがこの男勝りのジャジャウマ娘の一体どこに女らしさと美しさがあると言うんだ。カイル、今から一人メンバーかけるけど問題ないよね。その関節はそっちの方には曲がらねえか。ねえロニーはどうしてナナリーを口説かないの。いつもならもうとっくに手を出してるはずなのに。バーカ、人聞きの悪いこと言ってんじゃねえよ。俺は女なら誰でも口説くわけじゃねえ。ちゃんと厳選なる審査を重ねてだな。じゃあ私はその審査とやらを通過しなかったってわけだね。へえ。な、ナナリーさん、どうしてそんなに指をポキポキ鳴らしていらっしゃるのでございます。いやだ、待て、なんなら審査をやり直してもいい。いや、今からやり直す。だから関節を決めるのは。ねえカイル、もし私が。何リアラ。ごめんなさい、なんでもないわ。どうかしたのリアラ。なんかさ、みんなでご飯食べた後からずっと変だよ。本当に何でもないから心配しないで。早くカルビオラに行かないとね。本当、行かないといけないんだよね。あれからウッドローさんどうなったんだろう。早くカルビオラに行って現代に戻らなきゃ。
でさ、ナナリ、カルビオラまではどうやって行けばいいの？ちゃんとした道があるにはあるんだけどさ、それはフォルトナの神官しか使えないんだよ。だから裏から回り込んでいくしかないね。あの山を越えたその先が聖地カルビオラだよ。おいおい、あんな岩山を登んのか？人の話は最後まで聞く。あの山の麓には大昔のゴミ捨て場があるんだ。そのゴミ捨て場の道を使えば山の中を通って向こう側に出られるはずだよ。ゴミ山、気が済まねえな。でもさ、他に道がないなら仕方ないじゃん。とにかく出発だ。